はい、木の店三目です。先日ね、欅の形のねすごい面白い、原木をね製材して、まあその動画も配信をしたんですけれども、まあそれがですね、まあ、製材が終わって、今ねちょうど入ってきたところですね。もう製材、引き立ての状態ですね。はい、今回はね本当にね、形が面白いなというのと、やっぱりまあちょっとねただものじゃない欅だっていうのが、小口の年輪というよりはね、肌目のそういうあのシワとかコブでね、やっぱり何かちょっとねやっぱ普通じゃない木がね出てくるのかななんていうのはなんとなくはあったんですけど、まあそのね予想を超えてね、なかなかね、すごくね存在感のあるね、木の板がね数枚取れたので、まあ、本当に驚いてますね。製材したものをね、少しこう今ちょっと広げてみたりしてるんですけど、まあ、順番にね一番まあ製材をした最初のあたりにこう製材したのがね、この、まあ、外側の、ね、この板ですね。まあ、最初ねこう飛び出た部分をね、製材した時にもういきなりこの木が出てきた時に、ね、わすごいなと思って、玉木がもう出てきたという感じで、はい、もうちょっとね心躍ったという感じでね、本当にこの後ね本当どういうのが出てくるんだろうっていうね、一番最初のこれがね、そういう板でしたね。はい、まあ、これを引いた後に次にこれがねこっちのこの板もが出てきてですね、まあ、これも本当にね、やっぱ目も細かいどころかこの木ですよね。はい、これがだいたい1寸8分ですね。54ミリで製材した、ね、あの板になりますね。はい、そしてまあだんだんこう順番にねこうやって、それでも、ね、こっちのこの木の出たところはしばらくねこれなんかねこのたくり木っていうんでしょうかね、うん、やっぱりあの赤みの木の中にねやっぱりこう本当に動いた躍動的な木が出てきて、はい、こっちはこの枝がねそのままこう出てたところが、ね、あの節跡になってたりするんですけど、まあ、こういう板から、あとまたこれはちょっと反対側の、ね、反対側を製材したところとかですね、はい、そういう風な感じでね、これがまあ大体ある程度形になった、まあ、板の、材料かなっていうところですね。だいたい広いところで、まあ、70センチくらいのところ、狭いところで、まあ、これなんかはだいたい30センチからだいたい60センチくらいのそういうようなあの板ですね。はい、まあ、これなんかもですね、まあ、こういうふうにもうちょっとね目割れみたいなのとか、あの入り革が入ってたりするのはね、またこのままで使うというよりはこういうねいいところの部分をねまた小割りにして、何かの材料に使ったりとか、そうですね、そういうの適材適所でね使っていくような感じになるかなと思います。はい、何せよねこれは本当に素晴らしいね、板が取れました。木裏にした部分ですね、木裏もね木がねびっしり入ってて、はい、ちょっとねやっぱり外側の部分なので白田がちょっとね少し老けてるというかね、もうぼさってる感じかな、ちょっと老け気味なところもあるんですけど、はい、やっぱり長くね原木の状態でなんか長く置いてたようだったので、やっぱそれがねちょっと白田には多少影響してるのかなと思いますね。この辺の白田の部分をね少しちょっとねもう少し、あと今これまだズブ生の状態なんで、まだ材料がねちょっとまだ湿ってる感じするんですけど、また表面がね乾いてくればもう少しねちょっと落ち着いた表情になるのかなと思います。4寸板ですね、厚み12センチですね、120ミリの板でねちょっと1枚そのまま残してますね。まあというのはこのまま薄い板にしてもね、まあ大体こっちの木目がもうある程度落ち着いてきたのと、まあ、12センチの厚みがまだ取れるので、まあ、ここからまた製材したところでね、またここから木がね間違いなく乗ってるっていうのはもう分かってるので、上がりかまきとかそういう材料にもね、使ったりとかもできるし、まあまた
ある程度乾燥した時にね、製材して この辺のね、木とかがどういうのが出てくるのか、またね、後から楽しみがまたね、取っておけるのでね、これが大体こっちの面と、あとこっちの面もね、楽しみがね、部分が残ってます。これもこのね、ちょうど川のところをこういうような感じでね、マサメが乗っかってるのでね、やっぱこっからこっち側を取るとね、動いた木目がね、すごい出てくるかなと思います。こんな感じ、ちょっとね、朽ちてね、ポコポコっとしたあのコブの加減がちょっといまいちね、分かんないと思いますけど、もうこういうところがやっぱ、ね、玉木が出てたところかなっていう。そうですね、こんな感じかな。この辺がこう玉木がね、出たところなので、はい、またこっちはこっちでね、製材するのが、ね、楽しみですね。この辺のちょっとね、平角のような感じでね、幅の狭いね、だいたい20センチか25センチくらいの、サイズ幅の板かな。そうですね、まあ20センチちょっとくらいの板ですね。そういうのをね、ちょっと何枚か取ってます。まあ、ここにあるのはちょっとかまち上がりかまちになるようなね、材料も取ってますけど、そうですね、これはまた方向が違うところからの、木がね、乗ったところですね。これはね、だからな、まあ、全部いろいろ使えるというよりは、いろんなさまざまね、ちょっと部材取りをね、するような感じで、またね、しばらく経って乾燥して、またね、どのような感じの動きになるかまた分かんないので、まずね、これはこれでまた、保管して、また乾燥したあたりにね、ちょっとまた見てみたいなと思います。まあ、これの引き始めの板がね、これなんですよね。これが一番引き始めの板でね、やっぱそれもこういう感じのね、木目になってて、こんな感じですね。はい、こういうのかな、引き始めになって、まああと中ほどに行って、そうですね、こういった感じの、まあ、ね、ほとんどこうやって大きいね、ウロのような感じになってて、まあ、そういうところも入りながら、まあ、またこれをね、乾燥して、またね、落ち着いたあたりにね、まあ、どういう風な感じのまた使い方になるか ね、また見ていきたいかなと思います。入り組んでね、出入りがすごく激しい原木だったので、こういうね、細かい端材がね、結構たくさん取れたんですよね。コブのところとか、あとすごい株の張ったところとかね、そういうようなところがね、パレットにちょっとこう集めて、こう見たんですけど、まあ、こういう風なね、感じで、これなんか動画の最初の方の、株の張ったところというか、二股に分かれたところのね、切り落としたところかなっていう風に、ね、その辺のあたりかなとか、あとそうですね、これなんかもう、そうですね、この裏側ね、このままコブの最初のところだったりね、そういうのが、まあ、この端材になりますね。やっぱりね、こうね、やっぱり木がね、木だけにすごいね、木目も緻密で、小さいね、本当端材なんですけど、木目がね、なかなかね、動いてるのは動いてるし、なかなか面白いのかなと思いますね。そうですね、あとはそうですね、またこれも動画のね、中ほどでこう撮ってた、こうなんて言うんでしょうね、この、もう入り皮が激しくね、なってたところの材料ですかね。これはある程度ね、こう形がね、大きいね、ものだったんですけど、そうですね、まあこれは本当にこういう形を利用して何かね、そういう風なこのね、存在感を生かしたね、ものになったり、そういうのでもね、利用したりしても面白いのかなとか、はい、そしてこれもまた同じようなこうなんて言うんでしょうね、株の張ったところの、部分ですね、はい、もうちょっと枝の絡んだ感じの、ね、ところもあるんで、輪切りみたいな感じの見た目になってますよね。あとこれも本当に川の、ね、ところ最初の方のね、切り始めた端材で、ね、こういう風な感じになってますね。ここもそうですね、これも比較的、ね、こっちのこのなんて言うんでしょうね、こうグーッとこんなになったところの最初の方の
落としたやつですかね。この最初の方なんかやっぱり結構ね形も面白いし細かい根木が出たりするので、本当にこういう本当にこんなちっちゃいものとかすごいね。もうこれはもう外側の白田の部分ってすごい軽いですね。もうね結構やっぱり古い、原木だったのかなと思います。端材の方はね、まあ、少しずつ、まあ、思い立った時にねなんかこう切ったりとか、まあ、あとはしばらくね、このままの状態で、まあ、もちろん乾かして保管した感じでね、またいろいろね、お客さんに見ていただいたりとか、そうですね、何かこうねピンときたね、方にね、使ってもらうっていうのはね、いいんじゃないのかなというふうに思います。あの原木から取れたねこれが端材の部分ですね。端材の部分になります。はい、すごいね存在感のある木のね素晴らしい、一枚とね製材することができました。はい、ご視聴いただきありがとうございます。